明けましておめでとうございます。おめでとうございます。寝たいですね。2024年明けましたね。明けました。来るもんですね。ね、2024年実はまだ来てないんですけども、はい、12月の26日、はい、全然まだ。そう、クリスマスの次の日ですね。はい、はい、もうまだクリスマスツリーがね、向こうにありますけども、ありますけど、はい、まあ、2023年、うん、本当にめちゃめちゃいい年で。そうね。そう、イベントが2回できまして、うん、そうね、まあね、年の最後だったんですけど、うん、レザーズデイ、イナフェスト、怒涛のイベントがありまして、うん、本当に動画ね、作っているうちらとしては本当になかなか皆さんに会えないから、うん、コメントだけじゃないですか、フィードバックは。そう、うん、でそうだけど、本当にイベントで皆さんに会えて、うん、本当にパワーもらったっていうか、もらいましたよ、めちゃくちゃ。本当にこれからもっと頑張ろうみたいな、そう、思わせてくれる年になったね。うん、だからね、こう今年、うん、2024年はまたね、イベントもちょくちょくやっていきたいと、ね、はい、うん、いう感じで結構いろいろ決まってるんですよ。そうなんだよね。そう、うん、決まってるんで、本当にこれからのネイジャンバ、本当楽しみにしてほしいですね。はい、はい、12月の、まあ、後半に、うん、ありがたいことにチャンネル登録者数12万人そういきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。で、2024年は20万人20、まあ、本当行っちゃいます。いけば30万人おお、まあ、50万人行きたいんで、ね、目標は高くね、やっていきたいんで、まあ、ね、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。まあ2024年、うん、一発目、はい、恒例の福袋動画です。来ました。はい、ちょっと楽しみにしてたよ。年一の楽しみですね。はい、で今回は、はい、もうサムネ見ればね、ちょっと分かると思うんですけど、うん、初の、はい、ね、我々の動画としては初のブランドの、はい、ね、福袋なんですけど、うん、どうかと言いますと、はい、こちらです。 LL ビーンです。はい、ね、うん、LL ビーン、まあ、うちらもね、古着結構好きで、はい、まあ、いろいろ持ってるけど、うん、まあ、前にね、こう、うん、本物と現行のものだとダウンベストとか、ね、はい、まあ、紹介したと思うんですけど、福袋をやってるということで、うん、買ってきました。はい、ね、で今回は、うん、店舗で予約する形で、うん、そう、はい、でオンラインで買えなくて、うん、店舗に行って予約して、で店舗受け取りで今回は購入しました。こちらです、うん、だから早いね。早いです。早いっていうか、もう年明け前に受け取れたというパターンですね。はい、うん、でこちらがですね、16,500円お税込みなんですけど、うん、中がね、何入ってるか分かんないです。何も分かんない。そう、例えばアウター類とか、うん、ボトムス類とかあると思うんですけど、うん、これは本当に何が入ってるか分かんないですね。なんか福袋にしては、うん、なんかそんなボリュームなさそうなような、だって1万6500円なの。まあね、そう気もするけど、うん、ね、でも袋もさ、はい、意外と良くない。これ意外にね、そう、このちゃんとこのね、 LLB って書いてあって、しかもタグもついてるのよ。そうね、こう刺繍タグも、うん、だからまあ普通に使えなくはないみたいな。そう、でも強いて言うなら、うん、ビーン等とかいいなみたいな。そりゃそうだね。値段的に無理だけど、サイズ的には一緒なんだよ。そう、ビーン等なんだよ。でもね、うん、ダックじゃないよみたいな、うん、でもまあ可愛いよね。そう、うん、だから使わない人は、うん、このタグだけ切り取って、うん、そう、どっかに貼っつけてってのもいいんじゃないですか、うん、でもこれいいよ、普通いいよね、うん、で、ちょっと気づいちゃったんだけど、ケントも気づいてる。わかんない。これなんか入ってる。あ、これはだって俺知ってる。あ、知ってる。そう、これはですね、こんな感じです。出ました。これが今回、うん、これ受け取った時に、あのマスク無料で配布してますって、うん、配布っていうか、まあ、プレゼントしてますってことでもらったんですけど、うん、多分コロナ明けて余ってて確かに絶対そう。そうだね。そうだって、このマスク売ってたのかな。絶対そうだ。でも、まあ、なんか、ね、これはじゃあ福袋とは違う、関係ない。まあ、まあ、福袋か、そう、福袋購入してる人に、そうね、福袋を購入した人に無料でもらえます。はい、確かに、うん、その感じだね、多分。そう、うん、っていうことで、ここから本題です、はい、いつも通り、はい、中は見ないで、うん、ちょっと1アイテムずつ出していこうと思います、うん、はい、楽しみだね。だから何個入ってるかも分からずに開けましょう、うん、そうだね。そう、箱は下がってます。下がってるね。じゃあ、切んない。行きましょう。よし。はい。どうなんだろう。手触りでちょっと。手触りで一回だから、小さいのがね、ちっちゃいの。そうそう。あ、そう、個数、個数いって、個数。個数を、あ、わかりにくいね。その中で何でしょう、まだビニールが。入ってないのあるね。あ、入ってないんじゃないこれ。ビニール。あ、そう。うん。全部。入ってない。じゃあ何個分かりづらいのか。分かんない。
わかんねえわ。ちょっとまず小物っぽいやつからいきます。一つ目、こちら。こちら。ボブさんです。ボブさんだね。ボブさん行きです。ね、これ悪くはないんじゃない？なんか LLB の、うん、なんていうのね、このサイドポーチみたいな、こうショルダー系のこうかければいいんじゃない？そうそうそう。でも意外と色悪くない。まあね、ボブさん好きそうこれ。好きそう。ね。うん、ちょっとつけてみようかな。ボブさん好きそうだな、ね、それ。なんかこういう系の買ってたんですね、前、うん、古着のスキップスキップさんで、そう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 、買ってたやつですね。こんなんあるんだね、こういうのが入ってるのね。ね、うん、だから古着ではなかなかないような、確かにアイテムが、うん、まあでも原稿って言ったらそうだよね、結構 LLB の原稿はそういうの入ってる、うん、ちょっと長くしすぎた。そうだね。これどう、斜め掛けか、うん、斜め掛けかな、やっぱ。まあなんか、なんか小物入れんじゃん、そう。少しなんか入れるときに、ね、まあまあ、感じですね。こう持っても。うん、確かに。広沢さんもこうやってつけてそうだな、こうやって。広沢さんですね。うん。で悪くないのに、なんか。そうね。こう持ってれば。うん。なんか持ってるときに。だから本当1個でのアクセントになるので、ね、色が結構、うん、3色いい感じになってる。そう。こんな感じですかね。うん。うん、で、こういうパターンもあるよね。確かに、そうね。ちょっとおじさんっぽいけど、うんうん、まあ、ショルダー、この肩掛けがいいかも。そうだね。一つ目、こちらでした。はいはい、ということでね、はい、一つ目、こちらでした。で、そういえばさ、うん、LLB 行った時に、うん、あのニットがあって、うん、ニットあるね。そう、緑のやつで、ここに LLB ってなって、うん、まあ、色的にはクリスマスカラーなんだけど、うん、それがすげえ良かったんですよ。いいよね。それが入ってたらって思ってたんだけど。そう、言ってたよね、買った時。うん、だそれが入ってればいいよな。そう、うん、まあどうでしょうね。ね、うん、いきますよ。ちょっとそれが欲しいな。ちょっとニットニットなさそうかな。え？これいきます。こちら。うわー、うわー、機内チェック。機内っすね。で、LL あるよね。ビ、うん、ーンのこれ。機内っすねこれ。このチェックは機内ですね。着にくいチェックですね。着ましょうか。着ましょう。あ、そういえば今回、うん、サイズが S サイズ。あ、 S サイズ。そう、あの US なんかね、 LL ビンって US サイズとジャパンフィットってあって、うん、あの前回紹介したのがジャパンフィットの S だったんですよ、うん、で US サイズでかいんだよ、うん、だから今回は US サイズの一番ちっちゃいサイズ、うん、S サイズです。あ、でも意外とだから S サイズも結構ね、着たら悪くでかいでしょ、じゃない？なんかインナーにこうジャケットこの上に着るとかあったらサイズ感がいいね。ね、サイズ感いいね。うん。S でよかった。そう。しかもちゃんとボタンも猫目とか使ってたり。確かに。うん。生地感とかはいいですけど、じゃあ。あの薄くて。ライトウェイト。ライトウェイトのコットンネイルって感じかな。うん。だからちょっとこのサイズ感もね、うん、あのぜひ参考にしてほしいですね。確かにね。そう。まあ、日本でいう多分これ M サイズかな、うん、中スウェット着てるからね。確かにね、うん、M か L でもたまにこの、ね、日本で出してるかもしれない、ね、うん、でかいんですよやっぱり。でかい、ね、S サイズの S なんで、これが一番ちっちゃいサイズです、うん、まあ悪くないな、意外と着ると悪くない。パッと見やべえなってだけど、このチェックね。そうね、うん、結構さ、竹感とかいいし、とかいいし、ね、この何ラウンド感がいい、うん、確かに。じゃポケットも柄合わせしちゃう。確かに、しっかり本当に、ね、なんかこう使えそうね。意外とこの青の持ってないから、確かになんかいいアクセントにはなるかもしれない、うん、悪くはないっす、ね、悪くないね、うん、うん、意外と意外とはない、ね、絶対うちらはこうお店行ったら買わない、確かにね、うん、柄なんで、まあ福袋の醍醐味の一つですね。着ないやつゲットできる、着ないやつゲットできるという見たら悪くないな、ね、こう画面越しで見ると意外と、ね、悪くない、うん、1個目こちらでした。1個目こちらです、はい、続きまして、まあ、これラストかもしんない。まあでもそうかもしんないね、だって1万6500円、うん、まだある、ある2個、あと2個あるかも、うん、多分でも3つぐらいでも普通ぐらいだよね。そうね、うん、待って、これが多分1万以上するじゃん。すると思う、普通でしょ。でこれも 4,5 千円、そうだね、うん、安くてもそうだね、4,000円ぐらいするとね、うん、でもう1個で、まあ、2万円相当ぐらいだと思うんだよ、だよね、
だからそれでもありえるんだよ、参考で。そうだね、まあ、とりあえず出そう。ちょっと出します。次こちら何、あーあれね、あれ何か、あーこういうパターン、素材がないか、だからそうフリースとかだったらいいんだけど、ね、形はね結構好きなあのね、古着とか白人の人が着てる、白人が着てるような白人の登山する人みたいな、うん、やつだね。白人のいや登山のやつ、パパとかパパも着てそう、着てる、うん、でもアウトドアで着てそうじゃないこれ、まあそうね、なんか素材だな、これすごいな、見せた方がいいね、何これ、なんていうのこれ素材、なかなか見ない素材感ですこれ、素材だなこれ素材着ないな、素材着ないですね、そう、うん、部屋着ですね、うん、着ても部屋着でもこの素材地肌には嫌だなみたいな、あそうなのかな、俺はね、うん、でもこれ地肌で着ないでしょさすがに、あそう、うん、でも保温性は逆にあるんじゃないの、意外とあるのかもしれない、ちょっとハイテクな木使ってね、そうかも、いろいろ便利だし、でも絶対買わないやつですね、これも、うん、こちらです、醍醐味です、醍醐味ですね年始ですね季節を感じますよこれ確かにこちらでした、うん、でこれがナスじゃなくてよかった、確かに、うんうん、これがナスだったらもうちょっとねショックを受けたけど、そうまだ多分これが、まあまあ、次が最後、最後だと思う、でこれがあれなの、大物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 だよ、これでさ結構だって元取れてるでしょ、だよね、うん、でも買うかって言われたら微妙だから、まあまあそうね、そう、いきます、はい、おそらくラストこちらジャケットだけど着ないやつ着てみようか、いやでも、まあ、着たらいいけど白人着てそう、すげえ白人ですね、キルティングがそうなんだよね、あのきついかもな、サイズはちょいきつ、ちょいきつです、そのベストじゃベスト、いやでもまあ作りがやっぱりさタイトでこのアームホールも短いから、うん、この細いからそう見えるけど、そうジャストはジャスト、ジャストはジャストだね、うん、ランニングしてますよこれ、まあそうね、こうやってランニング用かも、ランニング用にはいいかも、そうだな、こんな感じです、これないですね、もう以上です、以上です、はい、で今回は4点ですね、4点ですね、このネル、このなんかキルティングのハーフジップ、これは綿、綿っぽいけどね、そんな熱くないキルティングです、白人っすね、白人すぎるね、アメリカで本当出そうなやつだけ、アメリカっちゃアメリカなんだけど、めっちゃ、うん、めっちゃね、リアルなアメリカを感じますねこれ、うん、着てそうだもん、すげえ、着てるな、俺マジで、もうちらは着ないやつしかね、そうね、だこれきりだね、これきりだね、これ1個まだいいかもみたいな、こんなだったら、そう、うん、これもまあ使えなくはないけど、これボブさんあげる、そうね、ボブさんか広沢さん、うん、にあげますこれ、今回は LL ビーンの16,500円の福袋開封ということでやってきたんですけど、うんうん、まあ年始感じましたね、年始感じた、すごい、でもやっぱ LL ビーンの原稿ってやっぱ結構こういうの多いから、まあ正直そこまでね、こううちらが好みなものが来るとはそこまで思ってなかったから、まあ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 感じなんですけど、でもなんかねこうニットとか、そうだね、そうワンチャンこうダウンベストとかあればいいなと思ってたんですけど、今回これではい、はい、感じですね、でこれが年始の福袋、2024年の福袋第1回目やったんですけど、うん、開幕です、はい、はい、第2回、うん、3回まで決まってます、そうね、3回まであるんで、でそう、その2回3回はちょっと皆さんも、ね、はい、待ってるやつだと思うんで、うん、ちょっと楽しみにしてください、はい、多分もうすぐ上がるんでね、はい、うん、ではですね、うん、あの皆さん、はい、あの次の動画も、そう、次の福袋も楽しみにしてください、うん、はい、ではですね、次の動画でしましょう、バイバイ。